今日なんですけど、コラボ企画になります。よっ、早速お呼びしたいと思います。はい、お願いします。本日は、はじめまして、サナパです。よろしくお願いします。本日はサナパさんとコラボということで、私がエブリマンもらって、ちょっと対決をマッチプレイでさせていただきたいと思います。はい、じゃあ早速お願いします。はい、お願いします。長っ。やばい、カノスに応援されてる。負けないねって。よいしょ、いいとこ。うん、フェアウェイまで行け。 OK、 ありがとうございます。すごい。つま先上がり。いやー、そこか。あー、あれ、お山の頂上に行っちゃいました。ライちゃんが打つ時だけ、はい、超静かな。カラスが初教済みだったらしい。サナパさんの相当は言ってましたね。仲間だと思われたのかもしれない。もしもし。あ、でもなんかそこまででもなさそうだね。山の頂上なんで、まあまあ難しいですね。特有です。はい、すごい。左に、まあ、大丈夫じゃない？大丈夫ですね。バンカーも、バンカーの手前にあれば。45、6で。はい。あー、巻いてこないよ。どうかわかんない。いやー、惜しい。弱かったですね。いいゴール来てますね。そうですね。3オーバー。うん。わあ、どうしたんやろ。3週間ぶりで、多分ゴルフしたくてしょうがなかったんですよね。なんかどんだけ腸内環境を良くしても、最近イライラが止まらなくて。はい。ね、ゴルフしてないからかって思いました。イライラしやすい人は腸内環境を改善するといいんですか？やっぱ腸内環境悪いと、うん、その性格悪くなるというか、やっぱあのイライラしたりとかするんで、はい、だから腸はきれいにしなきゃいけないんですけど、はい、もういくら腸をきれいにしても、はい、ダメだったんで、これはゴルフ行ってないからってなりました。はい、プライベートでも全然行ってないですよ。全然行ってなくて。あ、そうなんだ。まあ、たまたま目やって行けへんかったっていうのが続いたんですけど、うんうんうん、なるほど。そうなんよ、ついはね。そう、つらすぎて。え、別にゴルフ行けない人生なんて生きててもしょうがない。あ、それは言い過ぎ。怖い怖い。辛くなりますね。うん、52でしたっけ。52ヤード。16度です。はい、すごいフォロー。うん、とりあえず乗ってくださいっていう感じで。はい、ダフりましたね。おお。キック100点。寄ってった。キック100点でしたね。やばい、今日は運も味方したんで。味方しました。素晴らしい。やっぱフォローやったんも、うん、キックも最高にいいとこに行きました。ねえ、はい、これ入れたらパーですもんね。入れたらパー。頑張ります。素晴らしい。これは入れよう。いやー、むずみだぞ。うまい。おー、ナイスです。
入れたい。これは。おぉ、めっちゃ短いと思った。やったー、やばい、負けた。確かにやばいです、負けた。待って、スコア出すのに必死になった。ゲーム OK でいいですか。雑す意味なし。やばい、いやー、めっちゃ何か勝ちました。すいません、やれちゃいましたね。勝っちゃいました。ちょっとあのもう一ホール、私のハーフベストにお付き合いいただいていいですか。ちなみにいくつなんですか。私動画で42までしか出したことないやんな、多分ね。今ちなみに3オーバー。お、30代出る。出るよ。全然出るよ。じゃあダボまではハーフベストじゃない。うん、やばー。ちょっとサナパさん の, このリラックスした感じがめちゃくちゃいいんやろな。結構安定してゴルフなんかしてる感じで見えるんですけど、全然もう本当に40、最近94しか出ないぐらい。そうなんですか。47とか見えないんですよ。すごい、めっちゃ肩の力抜けてますもん今日。ロックがないというか、嬉しい。ナイスキック。何気にハーフベスト出すかってとこに来たんで頑張ります。ラストホール全力で応援したい。マジで、あの、はい、私の方向のやつ取ったのに、あ、右側、右側、はい、左が危ないやつですね。これ大体170ぐらいですか。ドライバー、そうですね、当たればちょっといっちゃうけど、もうちょい、はい。右バンカーはね、はい、ちょうど170で、当たったら入っちゃう。右バンカーのちょっと左ぐらいです、ね、もうベストですけど、じゃあもう左バンカーで余裕で超えるってことだから、はい、右バンカーだけ行かないように。なるほど、気楽に行きましょう。ああ、右抜けた、珍しい。あるね、ある、あるね、すごい倒れた。いやだ。まっすぐでしたね。もう。じゃあ右向いてますね。右向いてました。うわあ。まっすぐ落としたけどな。ちょっとリカバリー。うん。頑張ろう。ボギーやとしても40ですもんね。すごいですよ。42が今はまだハーフベストで。おお。こういう時は打ちすぎ注意ですよね。そうなんよ。まあ、9とか短めに持っても本当アプローチみたいな感じでいいんじゃない。フェイト。じゃあ9番アイアンで出します。はい、おまえおまえおまえ、これナイス、止まれよ、完璧です。オッケー、オッケー、ありがとうございます。120点いただいた。ナイスアドバイスでしたね。うん、さすが。ああ、いい。サナパさんとラウンドしたらみんなスコア良くないですよね。え、すごい。みんな良くなる。今ラウンドレッスンとかもレッスン系はゼロです、ね、あ、もうやってないんですね。お休み中。それやっぱ寝るのが忙しいから。ガチニートなんで。おかげさまで。おかげさまでガチニートって何。ガチガチニート。156番ユーシーズ。はい、
ナイスショー。ナイスピン刺してる。ナイスオン。おめでとうございます。うまい。うまいな。軽いずつ。ねえ。やっぱユーティリティとかウッドとかでパワーオンとかできるようになりたいですね。うんうん、女性はねやっぱそれぐらいこうクラブうまく扱うの大事ですよね。ねえ。あ、126や。上げてるので番手を入れる。じゃあご手伝いきたいと思います。はい。お、いい音だよ。ちょっと左我慢せん。うーん、ちょっと大きいんだ。おお、なかなかタフなラインに。すごいな、いくな。上下で決めたやか。うわー、あれでガチャンしたら1、終わってしまう。4、5。まあでももうボギーまで収めれば。そうやな、うん、でもあれで寄せなあかんわけやろ、うん、難しい。パーで上がったら39でしょ。そう、ボギーやと40。そう、ダボでも結構欲しいんだ。あ、ほんまや、気楽に行こう。ほんまやん。ダボ取りで、あれかベストタイ。そっか、なるほどね。なんていいゴルフをしてるんでしょう。ほんまや、ここま心に余裕がある。素晴らしい。でも一度ずつ更新した方が今後の可能性が上がるわ。急に39出したらちょっと大変ですよ ね。ちょっと急にハードル上がっちゃう。次から苦しいよね。そうそう、朝ダボだった瞬間そうですね、一個ずつ行った方が、うん、更新企画じゃないのにハーフベストは嬉しいですね。え、あの タッキーさんの戦略通り、タッキーさんのなんか元々の提案が、はい、うまい人と回ったらスコア良くなるって言ってたんで、サナパさんと企画どうですかみたいな、うんうん、って話し合ってから。すごいですね。あ、そうなんだ。はい。そうなんですよ。天才マネージャーですね。昨日喧嘩したまで。鼻歌歌わないでください。いや、もう静かでしたよ、車の中。車の中では寝ないんですか、その子。いや、自分の運転。あ、運転。なるほど。あ、そっかそっか。助手席で鼻歌歌わないでくださいと。そう。全然ちょっと嫌じゃないですか。それは嫌でしょ。あの、度合いにもよりますよね。そうそうそう。あと、選曲にもよると。うん、確かに。あ、よかった。スタンス取れますね。うん。すごい難しそうなとこに。難しいっすね。やばいんですよ。砂乗れば OK。 乗れば OK。 確かにその考え大事ですよね。どこ立てばいい。いやー、乗れ。あー、惜しい。まあまあまあじゃない。パターでスパッと。いけるいけるいける。ダボやん。よっ、弱い。頼む。これはまずいぞ。頼むぞ。ちょっと一回そこまでいただいて。はい。これ入れな。更新せんわけやからな。ですね。うわ。うまい。惜しい。ナイスパットです。ありがとうございます。やっぱスコアで。よし、読みましょう。はい。これは、左のフック。どうなんだろう。なんかあんま切れなそうですよね。うん、いや、フックしない。まっすぐ。こんな感じか。はい。スラって。消えるとしたら、スラに見えますよね、私。フックして空を取って、はい、左内側って。来た来た来た。ナイス。
すぎる。完璧なとこ調子よね今。ナイス。ベスト欲しい。ありがとうございます。やったねやったね。めっちゃ嬉しい。やったやった。あるよ。今さなぱさんの LINE の読みが素晴らしいですね。本当にねちょっとフックして最後ツッてスライしましたね。いい感じで打ちましたね本当に今。タッチも良かったですよね。タッチが良かった。打てないですよね左打ちとか言われても。そんな厳密にみたいなすごいオーダーしたから。オーダーに答えましたね。ありがとうございます。真剣に読んでくれましたからね。ほんまにこっちも自信持って言ってましたよね。すごい。嬉しい。41です。おベスト更新。どうしよう、70代企画がね、なんかね、ずっと90代やってからさ、70代企画してるのに、やばいやんと思ってたけど、ありがとうございます。現実味を帯びてきましたね。ねえ、めっちゃ嬉しい。メンタルが鍛えられたのかもしれない。70代企画で。ねえ、めっちゃリラックスしてできた。ありがたいことに。いや、よかったよかった。体の力が抜けていいですよ。確かに私あの数々のいろんな人のベストスコアに立ち会ってます。いや何の効果ないのこの力が抜ける感じ、で体の力って抜きたくても抜けへんやん。やのにヨガしたヨガヨガ何やろ分からない一瞬回るだけでヨガ効果がある。体も良くなる。体も良くなる。なんかコリもなくなる。なるほど。交感神経を刺激してくれる。よく寝てるから。でも言いたいことは分かると思う。でも回るチャンスないか。確かに。でもやられてないから。いつかね。やられてないの。ぜひ応募してほしい。ということでハーフ終わったんですけれども、まあ、勝負は私が勝ちまして。まさか あのハーフウエストが出るというよっぽど本当にありがとうございました。おめでとうございます。サナパさんのおかげでしかない。いやめっちゃ良かったですね。いやありがとうございま す,、うん、です。本当にこんな効果があるというね、もうすごい皆さんには伝わったかな。すごい嬉しい企画になりましたので、ちょっと後半はね別企画でサナパさんのチャンネルでやるんで、ぜひそちらを見てください、はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。概要欄にサナパさんのチャンネル貼ってますんで、ぜひフォローじゃなくて登録してください。じゃあこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。